まあ、9月に苦しんでいるというのは高木さん、川上、まあ、体力的なとこがあったり肩のね具合ということもあったりということで、自分としても分かっていながら苦しむ月ではありますね。うん、そうですね、はい、ピッチャーそれぞれ疲労のね、どうですか、薬じゃないですけども、はい、そういうのも持ってますけどね。そうでしょうね。まあ、ただここまで14勝負けが5つだけで来てるわけですからね、今年だけ見てもその疲労が少しこの月に偏っている、サイクルがそうなっているという9月です。リン・ウェイツを迎えています。第1打席スタメン抜擢に応えてセンター前ヒット、両チームを通じて初めてのヒットでした。今シーズンはここまで代打で登場、リン・ウェイツ、川上との成績は3三振というさっぱりの内容だったんですが、スタメンで川上と対戦、いきなりセンター前ヒットを放ちました。ちょっと代打の時には押せ押せの打席が回ってきて、打ち気満々で打席に入ったんだけれども、カーブにはぐらかされてということが多かったんですが、第1打席スタメンではセンター前ヒットでした。早い球見逃しの三振、インロー、素晴らしいところに川上のコントロールされたボールが行きました。ストレート少しカット気味ですか、ストレートは、はい、まあ、思いますよ、ドーンと行きました、ね。